チョビを我が家に迎えて早1年が経ちました。たった1年前なのにもう遠い昔のことのようです。今回は当時を振り返りながらお迎え準備で実際に購入したものなど簡単にまとめてみようと思います。お迎え準備振り返り、買ったものと総額、買って良かったもの3選、そうでもなかったもの3選。最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。チョビ、かわいいね。買ったものと総額。まずお迎え準備にかかった費用ですが、おおよそ10万円でした。犬の購入費やお迎えの交通費などは除きます。購入したものはこんな感じです。お値段表記は端数切り捨てになってます。締めて92,600円なり。お迎え後のワクチン2回分計16,000円が乗っかって、軽やかに10万円を飛び越えました。この10万円のほぼ半分を占めるのがサークル45,300円。改めてお高い。かなり悩んだのですが、頑丈安全かつ部屋の美観を損ねないという観点でこちらに決めました。チョビの体当たりとカミカミによって内側は今ボロボロなんですが、強度的にはまだまだ安心して長く使えそうです。買って良かったもの3選。アマゾンのクッション。我が家の需要にクリーンヒットしたのがこの商品。主にチョビとコロ各サークル内で使用中。最高なところは意外と丈夫、丸洗いができる、安い、とはいえ先日2個立て続けに壊されちゃったんですが、大型犬相手に布物なんていずれは壊れるのが当たり前。購入から半年持ってくれただけでも御の字です。3900円のぬいぐるみを購入当日に壊された時悟りました。ビターアップル、カミカミ防止の苦いスプレーです。パピー機のチョビは家中の家具という家具を片っ端から噛みまくっていました。スプレーしたところを舐めると、うわみたいな顔で二度見して、その後は口をつけなくなります。このスプレーかなりお世話になりました。100円均一のペット用ブラシ。これは最近購入したものなのですが、大変便利でコスパが良いのでご紹介です。トリミング用として売っているんですが、我が家での使用目的はマットやクッションのお掃除。粘着のコロコロでは取れないような毛がこれを使うとごっそり取れます。布は傷むとは思いますが、汚いままよりは良き良きということで、プラスチックでできているのですり減ったりもせず長く使えそうです。そうでもなかったもの3選。フードストッカー。これ深く考えず購入したのですが、大型犬だからということもあってフードの消費が非常に早いです。でそうすると結局ストッカーに移さず袋からそのまま使っちゃってます。フードの袋口って大抵ジップになっているので特に困ることもありませんでした。ザ・タンスの肥やしになっております。フード、ブリーダー元で与えていたフードを購入しておいたのですが、実はお腹に合っていないということがすぐに分かって大量に余ってしまいました。でも事前に準備しないわけにはいかないので、このロスは致し方ないのですが、後から調べたところ、余ったドッグフードの寄付を受け付けている団体などもあるそうです。歯磨きシート、指サックタイプ。なんとなく便利そうで買いましたが犬に奪われますね。ウェットティッシュがあれば十分だと思います。さて今回はお迎え準備で購入したものについてざっくりまとめてみましたが、1年犬と暮らしてみて思うことがあります。飼い主ちょっと物に頼りすぎかもしれん、いや決して決してトレーニングやコミュニケーションをサボっているわけではないんですが、気持ちの問題でただただ自戒です。
例えば犬に壊されるから丈夫なものを買おうというよりも、壊す行為をやめさせるためにできることもっとない？という試行錯誤、こっちにどんどん比重をかけていくことが犬との関係を築くっていうことでもあるんだよねと思う今日この頃なのです。